ベージヒハイムは、ドイツビュルテンベルク州、ルートビヒスブルク郡に属す小都市である。この町は、シュトゥットガルトの北約 25km に位置しており、シュトゥットガルト地域及び、シュトゥットガルト大都市圏周辺地域に含まれる。2005年10月18日から、ベージヒハイムは、州指定の保養地となっている。エンツ川沿いのベージヒハイムの中核支部ベージヒハイムは、 ルートビヒスブルクの北1 3トルのネッカー川砂岩の最大の支流であるエンツ川がネッカー川に注ぐ河口に位置している。旧市街は長く伸びて急斜面で落ち込む川口部の絶上の土地にあり、絵画的な美しさを持つ。旧市街は三方を二つの川で囲まれている。ベージヒハイムは中核しベージヒハイムと古くからベージヒハイムに合併していた南の 小集落フザー連方府からなる。1971年9月1日に、旧町村、オットマールスハイムが合併した。この地区は、飛び地として、ベージヒハイムの北東に位置しており、ドルフ・オットマールスハイムとして、独自の地区を形成している。ベージヒハイム本体部の庁域は、北西は、バルハイム、北東は、ゲムリヒハイム、東は、ヘッシヒハイム、南東は、 インゲルスハイム、南西は、ビーティヒハイムビシンゲン、西は、レヒガウと境を接している。飛び地のオットマールスハイムは、北から北東にかけて、ネッカーバストハイム、南東から南にかけて、ムンデルスハイム、南西のヘッシュヒハイム、西のゲムリヒハイムに囲まれている。ネッカーベストハイムだけは隣接する、ハイルブロン軍に属し、他はいずれもルートビヒスブルク軍に属している。 州統計局の2018年12月31日、現在のデータによる、ベージヒハイムは、隣接するビーティヒハイム微震源とともに、シュトットガルトを上級中心とするシュトットガルト地域の中級中心をなしている。ビーティヒハイム微震源、ベージヒハイムを中級中心とする地域には、ルートビヒスブルク軍北部の市町村、すなわちベニヒハイム、エルリヒハイム、 フロイデンタール、ゲムリヒハイム、ヘッシュヒハイム、インゲルスハイム、キルヒハイム、アムネッカー、レヒガウ、ムンデルスハイム、ザクセンハイム、タム、バルハイムである。ベージヒハイムは1153年の贈与証書に初めて記録されている。この贈与証書には、シュタウフェンの王フリードリヒ一世バルバロッサが、カーティス・ベイセンシムを、バーデンウハク・ヘ,ヘルマン三世に贈与することが、記されている。 ビシーグハイムという地名は、実平の長場所に由来する。都市圏の授与と、塔の建設を伴う主壁の拡充は1200年頃とされている。都市圏授与の正確な日付は、16世紀にはすでに、わからなくなっていた。しかし、塔は遅くとも1220年までには、建設されている。また、バーデンのホークとは1231年から、 シュルタイスは1257年から存在しており、それ以前に都市圏が授与されていたと考えられる。歴史的な入植の中心はウンターシュタットであり、オーバーシュタットはおそらく計画的に都市の拡張が行われたと考えられている。領主の館としてオーバーシュタットにシュタインハウス、ウンターシュタットに上館が建設された。市議会は15世紀に初めて記録されている。 ベージヒハイムは1463年にバーデン編境博からライン宮中博に借金の担保に出された。本詩は1486年まで一時的にハンスフォン・ゲミンゲンに再度担保とされた。本詩は1504年にプファルツ博ルプレヒトに対するアハト系執行の過程でブルテンベルク・法ウルリヒによって占領され、1505年に 協定によって公式にウルリヒが領有することとなった。1520年、本市はビュルテンベルク全域と共にハプスブルク家の所有となった。ドイツ農民戦争では、ベージヒハイムは1525年に放棄した農民によって占領され、1529年に再びバーデン領となり、1595年に購入によって最終的にビュルテンベルク領となった。 マテウス・メイリアンが描いた17世紀半ばのベージヒハイム17世紀の初め、ベージヒハイムではペストが何度も流行し、1606年から1633年まで約500人の住民が犠牲となった。30年戦争が始まると、1621年に砦が築かれたが、当初は大きな戦闘がなく、宿営や行軍が行われた。1634年に、 初めて戦闘がこの街にもたらされ、1648年まで何度も占領や略奪を受けた。さらにペストが追い打ちをかけ、1634年から1648年までに約1700人が犠牲となった。アムト・ベージヒハイムに属すス落の多くが完全に無人となった。プファルツ継承戦争では、1688年と1693年の2回、 フランス軍によって占領され、1693年には、塔を除くウンターシュタットの城が破壊された。スペイン継承戦争やオーストリア継承戦争でも、ベージヒハイムで戦闘が行われ、1793年から1815年のナポレオン戦争では、フランス軍が何度もこの町に襲来した。1806年に成立したビュルテンベルク王国では、ベージヒハイムは、 オーバーアムト所在地に、1822年には、区裁判所所在地になった。1848年、ノルトバーン建設により、王立ビュルテンベルククニュー鉄道の鉄道網に、接続した。1901年から1902年に、ベージヒハイムは電化された。この町は1934年までは、オーバーアムトベージヒハイムの、 1934年から1938年までは、ベージヒハイム軍の行政機関所在地であった。ベージヒハイム軍は、ナチ時代の1938年に、ルート・ビヒスブルク軍とハイルブロン軍とに分割された。これにより、かつてのオーバーアムト都市ベージヒハイム自身は、ルート・ビヒスブルク軍に属すこととなった。第二次世界大戦末期の1945年に、 全部で8本の橋が爆破された。1945年に、ベージヒハイムはアメリカ管理地区の一部となり、新設されたビュルテンベルクバーデン州に属した。これは、1952年に現在のバーデンビュルテンベルク州となった。1988年までにキルヒ通りが再開発され、1991年までに、旧市街中心部の地下をトンネルで通過する。 連邦道 B27 号線のバイパス道路が完成した。2007年にプファルガッセが2009年にはハウプト通りとビューゲレストア通りが再開発された。2009年、当時のアメリカ合衆国大統領バラク・オバマのドレスデン訪問を契機にした調査の結果、オバマはドイツにルーツを持つことが判明した。彼の六代前の祖先にあたるヨハン・コンラート・ベルフリン、 は1729年1月29日に、ベージヒハイムで生まれた人物であった。ベリフリンは1750年に渡米し、名字をウォルフライと改名した。ベージヒハイムは1556年頃のバーデン編教博領の宗教改革以後、主に福音主義の町であり、現在も福音主義の教会が存在する。本詞は、 ビュルテンベルク福音主義州教会のベージヒハイム、教会管区の本部所在地であり、地方教会組織が拠点を置いている。一方、ローマイコールカトリック教会、福音主義メソリスト教会、新首都教会、エホバの承人もこの町で活動を行っている。ベージヒハイム市長者ベージヒハイムの市議会議員は18人で、ある。ズンガラ、赤字。緑の丘の上に二つの塔と、 ノコギリ壁を持ち、門を開いた銀色の城塞ベージヒハイムの死の色は白から赤である。紋章の丘はベージヒハイムの旧市街がある幅広の山を表している。白の周りの赤い色はワインを表現している。ベージヒハイムはビュルテンベルクワイン地区のビュルテンベルクウンターラント地域、シャルクシュタイン大地区に属すワインの産地である。 地元の大きな企業には以下のものがあるベージヒハイム付近のフランケン鉄道連邦道 B27 号線がベージヒハイム市内を通っている。1991年から長さ178メートルのトンネルで旧市街の地下を通っている。この町にはフランケン鉄道の駅がある。この駅ではおよそ三十分間隔でシュトットガルト方面及びハイルブロン方面への レギオナルバーンの列車が発着する。朝夕には、シュトットガルト・ビュルツブルグ線のレギオナルエクスプレスの列車もベージヒハイムに停車する。シュトットガルト空港は約50キロメートル離れたラインフェルデンエヒターディンゲンにある。ベージヒハイム区裁判所ベージヒハイムには、シュトットガルト上級地方裁判所管区、ハイルブロン地方裁判所管区の区裁判所が存在する。 ベージヒハイムには、クリストフ・シュレンプイコールギムナジウム、マクシミリアンルッツ実家学校、フリードリヒ・シェリング・シューレ、オットマールハイム地区にある、クロイツェッカー基礎家庭学校、養護学校・シューレ、アムシュタインハウスと、多彩な形態の学校がある。この他に、幼稚園・旧園とシュタインハウス内に本部を持つ、私立音楽学校がある。1901年、1902年のベージヒハイム。 発電所の建設により、この町に電力がもたらされた。電力供給は、ビルヘルムレッカー GMBH&CO により運営された。所有者は、ベージヒハイム発電所を1997年から、段階的にエスリンゲンのネッカーベル家、電力供給会社 AG に売却した。現在電力網は、後継企業のエンベベイレギオナル AG が、運営している。 中核地区では1985年に、オットマールスハイム地区では1989年に、テクニシエベルケでアッシュタット・シュトットガルト AG により、ガス供給が始まった。現在天然ガス網は、後継企業のエンベベイレギオナル AG が運営している。上水道は1897年に敷設された。現在上水道は3つの供給ゾーンからなる。 オーデン湖水供給会社からの飲料水は、シンメルフェルト、ビュルチェン、インゲルスハイマーフェルト、フーザレンホーフ、オットマールスハイム地区に供給されている。ベージヒハイマー水供給グループは、ベストシュタット、ノイザッツ、ショイバー、レヒガウアーフェルトを担当している。混合水は、中核式とベルトに分配されている。ベージヒハイム本体の汚水処理場は1958年に、 建設された。オットマールスハイム区の月水は、ネッカーベストハイムの汚水処理場で処理される。人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%個会社の、ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルートビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。ベージヒハイム旧市街。手前の塔が、 バルトホルン島その背後の大きな建物が視聴者。奥に福音主義師教会の教会とその背後に諸皮園等が見える。ベージヒハイムには南ドイツで最も良好な状態に保存された中世の街並みの一つがある。高い支壁は1805年に半分の高さに縮小され、門の塔が解体され、横断するための通路が設けられた。しかし、その構造は ほぼ完全に残されている。1693年に破壊され、1750年に解体されたウンターブルクは、そのバルトホルン塔が残されている。高さ29メートルの塔は、展望台として登ることができる。向かって左から、福音主義師教会、諸秘縁塔とシュタインハウス。その間の石中が、シュタウフェンの柱。この城とタイになるものとして、 オーバーシュロスが建設された。1220年に建設された首都は、諸法という監視人にちなんで、諸秘縁塔と名付けられた。この塔は、高さ36メートルある。塔の上には監視人の住居が設けられている。隣の、堂々として、微骨な印象を与える破風を持つシュタインハウスは、シモンのアーチの上に建てられており、塔に接続している。 この建物はかつてこの城塞の本館であった。ゴシック様式の福音主義師教会は、諸秘演塔のすぐ隣にある。この教会はおそらく、1279年に、初めて記述されたウェジヒハイムの教会である、ロマネスク様式の司令廃堂の場所にあり、遅くとも1484年に、聖キリアクスに建造された。何度も、増改築を受けた教会の特別な装飾が、 この分野で最大級の芸術的に重要な西洋母大寺を掘って作られた主祭壇である。この祭壇は1520年から1529年に制作され、1693年にフランス軍による破壊を免れた。ヨハン・バレンティン・アンドレーへと関係のあるビーティヒハイムの画家、コンラート・ローテンブルガーに関しては、1611年に 制作されたバーデンの聖堂参事会員、マテアス・ヘンスラーの家族のエピタフもベージヒハイム、司教会で注目すべきものである。シュタインハウスの前に2011年にシュタウフェンの柱がある。これは1153年に後に、ホーエン・シュタウフェン長の皇帝となるフリードリヒ一世がバーデンヘン教博ヘルマン三世にベージヒハイムの館を寄贈したことを記念したものである。これが ベージヒハイム氏の基礎となった。バーデン編強迫は、シュタウフェン家の忠実な支持者であった。フリードリ・ヒホンバーデン・エスターは1268年に、最後のシュタウフェン家当主、コンラーリンと共に、ナポリで処刑された。キルヒ通りの街並みウンターブルクから、オーバーブルクへの街の主軸としてキルヒ通りが、通っている。この通り沿いに立ち並ぶ木組建築は、下のエリアでは簡素だが、 マルクト広場まで登るにつれ装飾が豊かになっている。16世紀から17世紀の装飾が木組建築を飾っている。24番地の建物は歴史的なモデルに基づき復元された具象的なルネサンス絵画で装飾されている。街の中心に1459年建設の視聴者を有するマルクト広場がある。視聴者の1階にはミスラの礼拝の場面を描いた。 ローマ風のレリーフが埋め込まれている。内部には、ルネサンス時代の壁へ、バロック時代の化粧漆喰の天井、19世紀の視聴者の時計やバルコニーがある。バーデン家の紋章を掲げたアレマン風の市場の泉が、バーデン時代を忍ばせる。旧オーバーアムと庁舎このほか以下の建物も見応えがある。ベージヒハイムの彫刻の小道の作品。この中に4つの作品がある。 ベージヒハイムの建設850年を記念して2003年にベージヒハイムの彫刻の小道が設けられた。この経営は駅からエンツ川を渡り歴史的旧市街を通ってネッカー川の水力発電所に至る。芸術家マルギットシティプラーニコライの主導でベージヒハイムでも2010年から国家社会主義の犠牲者を追悼するためのつまずきの石が グンターでミヒによって設置された。2019年7月までに市内に合計8つの石が設置され、このうち5つが歴史的旧市街にある。これらは自らの意思でベージヒハイムに今日定め、1940年に T4 安楽死作戦によってグランフェネック安楽死施設で国家社会主義者によって殺害された人々を追悼している。 1995年に発見され、考古学的発掘調査の後に修復されたホアシュタット3番地の浴場は2005年からガイドツアーで見学できるようになった。ベージヒハイムの家屋台帳には1463年に初めて記録されている。ベージヒハイムとバルハイムの住民が利用すべき独占的な浴場として運営されていた。 浴場営業は1654年まで行われていた。エンツ川の水車この川沿いの町を特徴づけているのが、1755年に建設されたエンツ川の席である。ベージヒハイムエンテ沿いに、かつての水車小屋がある。もう一つの歴史的水車が、死壁のすぐ下、ボアシュタット72番地にある1572年製の、旧シェレンミューレである。ネッカー川は、 27の水門付き絶器の一つが、円塚川川口より上流側で水をせき止めている。円塚川を見下ろす奥前グラーベンの旧都市防衛施設上の塔の残機場に、魅力的な六角形のバロック建築、プファイフェルシャーパビリオンがある。街のやや高い場所に、中世の見張り塔、バルト塔がある。この塔は、 諸期延等と目視連携で脆弱な側であるインゲルスハイマー兵からの接近を監視し、その方向に的が近づくと町に警告を発した。インゲルスハイム方面の高台にあるフザーレンホーフは1735年から1738年にベージヒハイム住民によって建設された。この名称はこの会社に関与した景気兵にちなんで名付けられた。 ベージヒハイムのブドウ畑この町は、ビュルテンベルクワイン街道及びドイツ木組の家、街道を南ルート沿いに位置している。ベージヒハイム近郊の環境は、ネッカー川とエンツ川の深く刻み込まれた、急旬な谷、その日照条件の良い斜面で、ブドウ栽培が集中的に営まれている、魅力的な環境である。有名なブドウ生産地で人気のハイキング地が、 近くのヘッシヒハイマー・シュタインガーデンである。ビンツァーフェストは伝統的に2年ごとに開催される。旧市街全域の路地や通り、歴史的なワインセラーで開催される。このワイン祭はベージヒハイマー・フェラインによって主催される。クライマックスは通常日曜日に行われる祝祭パレードである。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり。 日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。